よいしょ、初の外ロケでちょっと緊張するな。何ですかこれ。3キロ太るまで帰れませんっていう企画をやっていきたいと思います。やばいよ。3キロって分かってます？どれだけか。いや無理ですって。3キロはさすがに食べるだけじゃ多分3キロ無理だと思うから、減量ミッションも用意しました。 ありがとうございます。なるほど、減量ミッションとは何ですか。減量ミッションの内容なんですけれども、とりあえずじゃあ体重測ればいいですかね。はい、体重測ってください。わかりました。48、じゃあ51キロまでいけば成功ということですか、はい、だから体重を増やすか減量で減らすか、そう掛け合わせてうまいことせんとマジで日暮れてしまうんで。そうよ、もう夕方になってきてるから。じゃあちょっとまずは一番やりやすそうな TikTok 先に種まいて、 TikTok と Twitter いいね稼いで、で減らして、でその間クレープ食べたりとかして増やしながら減らしながらやっていきましょうか。はい、そうしましょう、はい、じゃあやっていきましょう。よし、ありました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 。これね、しなこちゃんが TikTok で出してるのを見て、これ TikTok 撮ったらみんないいねしてくれるはずですよ。これちょっと行きましょう。これこれ買おう。これということでこちら買ってきました。じゃ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 。これね、僕は TikTok でしなこちゃんがやってるの見たんですよ。これで色が変わるみたいなんで、それを TikTok に載せてみんなのね、いいねを仰いでいこうかなと思います。原宿のしなこちゃんのお店です。はい、ということでね、こちら TikTok 頑張りました。これみんなのいいね助けられる企画を撮影中ですと、本当にもう心から思ってることなんで。じゃあこれね、今から投稿するんで、あと2時間後17時ぐらいですね、一回ちょっと結果見たいと思います。みんなお願いお願いします。これね、ちょっとでも飲んで体重増やしたいと思いますね。味合わないと700円が吸われてく。うん、700円が入りました。800円か、この綿菓子合わせると。そう、800円。じゃあちょっともう一個食べる企画やっていきましょうか。はい、やっていこう。じゃあクレープいきましょう。はい、いきましょう。いや、ちょっとクレープやばいです。一回ちょっと見てもらおうかな、みんなにも。この量やばいって、これ決めれへんよ。いやでも僕逆にね、3分ですぐに食べれる一番量の少なそうなやつを3つにします。ワーストじゃない、安いランキング下から3つにします。3つお願いしたくて、チョコレートクリームとストロベリークリームとツナピザ。来ましたすごい大人買い。せっかくね、今クレープを買ったんで、この流れでね、写真も撮ってツイッター投稿していいねをね、みんなからいただきたいと思います。自撮りしてるとこ撮られるのめっちゃ恥ずかしいめっちゃ顔作ってたよすっごい嫌だわ。そう、なんかこうやってなんか自撮りしてるんやなって思われるのも恥ずかしい。おお、どう。あ、いいじゃんいいじゃん。映えてますね。うん、じゃこれにしよう。いい、撮影中です。いやでも声かけられたら、うん、マイナス1キロできるっていう特典ついてますからね。まあね、まあね、確かに。あの、今のとこね、誰からも声かけられてなくて、うっそ、本当に逆に恥ずかしいいや、分かってたんですけど、うん、もしかしたらね、一人ぐらいはいるかなってなるじゃないですか。確かにね、ならなかったね。いや、やっぱ有名人までの道は程遠いな。なんかちょっと寂しくなってきた。場所が悪かったかもしれない。いや、一番場所でしょ。いや、多分トランポランドでしょ、一番いいの本当にトランポランドの時すごかったから、やっぱあの時一番すごかった。あ、はいはいはい、わーって、タコくんだー、ブラブラブラーって。確かに、確かに。原宿で撮影中、企画を達成するにはみんなのいいねが必要なので、みんなお願い、いいねしてーって、もうちゃんともう素直に書きました。ファンのみんな、応援お願いします。あー、ツイートした。ということで、あと2時間後結果見てみたいなと思います。はい、じゃあこれ早食いやりましょう。やりましょう。では3分間でクレープ3個完食したら、はい、マイナス 500g。 はい、一番具少なそうな3つにしたんでねいきます。確かに。じゃあいきます。さあ、バリバリやな俺フードのクレープ食べるの初めてです、人生で。ほんツナ、うん、たっぷり。うわ、やばい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。1分で1個食べなきゃだよ。もう30秒切ったよこれやばいでもね、フライパン食べるもんね何言ってるか全然わかんない
残り2分でございます。やばい、どうもやばいやばいやばい、美味しいこれ。クリームだけこれマジでクリームだけ、頑張れ俺。これ多分シンプルに本当に体重が増えるマジの体重増えるやつ、うまい。でも美味しい、このシンプルな。あと1分切った、終わってないよ1個は。うまっ。残り30秒。おっと、飲み物 ないよ。残り15秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終わり。え、大丈夫かな、映像的に下品じゃなかったかな。うん、ちょっと切ってなかった。最後の方一回終わった瞬間あったんですよね、なんかクレープこの辺になんかもう全部クレープ落ちてくるかと思った。成功すか。綺麗なの一つ残ってるけど、ちょ、チャレンジはクリアできなかったですけど、体重増やすことはできるんで、これ最後まで食べていきたいと思います。はい、もしやっぱゆっくり食べる方がいい。そうだね。ごちそうさまでした。ということでね、クレープ3つも食べたんで多分2キロぐらい増えたと思うんですよ。ちょ、1回測ってみます。はい、さあ頼むよ。51キロになっとけばいいからね。え、マジで増えてる。え、ガチ増えてないですか。え、50なってません。なってない。え、嘘だ嘘嘘、一瞬なってるけど。でも着実に増えてはいました、ガチで。確かに1は増えてたね。1は確実増えてた。もうちょっとでだって50だったから。うん、これで今からベビタピ見つけましたんで、はい、ベビタップで、ベビタップちょっとタピオカチャレンジしてマイナス 500g か 300g か忘れましたけど、ちょっとゴール目指したいと思います。はい、そうしましょう。いきましょう、はい、ベビタピ。すごい、なんかほら地球グミジェラートとかまである。やばー、これ僕の大好きな店ですよ、これ。でもこれね、 TikTok で見てずっと飲みたかったんで、この青春にします。チンジよー。難しいチンジ。あー、よいしょ。あー、すごい。もう一発。うわー、大好きよ。せーの、ベビータッピー。あー、イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、こちらいますね。タピオカ入ってますよね。フルチャバールになってまして、はい、軽い、あの団子みたいな、まあ、こんにゃくみたいなのが入ってますね。そしたらコンペイトも入ってます。ありがとうございます。すごい可愛い。ありがとうございます。お邪魔します。はい、ということで人生初のベビタッピしてきました。すごい可愛い。これね、しかもまさかのタイミングよく、あのしなこちゃんが働いてました。びっくりしませんでした。お会いできたね。いや、あの緊張して逆にあのしなこちゃんの飲み物買ったよとか言えんかったのでちょっと悔しいけどもしかしたらね、これ見てくれてるかもしれへんからね。確かに、うん、タピオカチャレンジしていきましょう。はい、こちら20秒以内に全部飲めたら 500g。 20秒ね。はい、いや、これはもうやるしかない。じゃないとほんまに帰れへんから。よーい、スタート。ぐっぐっ、5 4。あ、いや、やば。はい、終わり。あれ変わってる量。それ飲んで体重増やそう。じゃとりあえずね、うん、体重増やして。うんうん、コンペイトとかも入ってる、タピオカも入ってるし、うん、コンペイトも入ってる。へえー、美味しそう。シュワシュワすんの。シュワシュワしたせいで飲めなかったんですよ。あ、そっか。いや、炭酸は確かにきついよね。これじゃなかったらいけてた気がする確かに結構早かったペース。うん、ちょうどね、今2時間経ったんですよ。今17時8分なんで。でもね、うん、TikTok って17時からみんな見始めるんですよ。そうだよね、確かに。早すぎた。やば。え、ちょっと待って、再生421しかいってないあれ、これあの、いいね数かける1ですもんね。うん、見てみます。はい、51かな。51g ちょっと待ってくださいよ、全然減量できてないって。そうだね、思ったより少ないから。いや、めっちゃ恥ずかしい。いや、もう今日恥ずかしい思いしかしてないじゃあしょうがないから、かける10にしよう。いいですか、うん、ちょっと半で背負っちゃってるから。15時から平日見ないよ、うん、みんな。確かに。しかもね、他のチャレンジもことごとく失敗してるから。情けの10。うん、かわいそうだからあげちゃう。ありがとうございますありがとうございますということは 510g 減量。 OK、
51キロから510グラムマイナスするとすることは 50.49。 50.49 だ。 50.49 です。大きいです。この 500g は。じゃあ一旦測ってみようか。一旦測ってみましょう、はい、このタピオカでめっちゃ寒くなってきた。いきます。はい。ちょっと待って、減った？いや変わんない。変わんない。変わらない。だいたい50ぐらい。うん。あと1キロはでもね、あと1キロ増やせばいいだけやから。よし、何か食べるかミッションしよう。何か食べるかミッション。残ってるミッションはお菓子ミッション、お菓子ミッションとか、とりあえず行きましょう。はい、ということでね、原宿には僕の好きな海外のお菓子が量り売りしてある場所があるんで、ちょっとね、今からその中に入ってお菓子をね、 100g、300g みたいな感じで後ろが丸々やったら成功っていうミッションやっていきたいと思います。ちょっとね、店内の方とかが映せないんで、結果だけね、ちょっと皆さんにお見せするような形になると思うんですが、全力で測ってきます。行ってきます。いやね、すごかったんですよ。さっき測り測ったらぴったりやったんですよ。500円。金額がねぴったりやって。そうなんだよ、ね、お店の中でうわーって俺下げちゃって、カメラ回ってないのに。ちょっと写真だけはね撮らせてもらったんで、ちょっと乗っけてるんですけど、いやグラム数で言うと91グラムでした。こっちも惜しかった。惜しかったね。いやあれちょっと興奮しましたよね。100グラム超えてる感じしたんですけど、なんかね91グラムで逆に少なかったんや。こういうねレインボーな僕の大好きなおやつとか、あとはねこれめっちゃ好きなんですよ、レインボーベルト。美味しいよねそれ。うん、やばい。あ、ふっぱ、おいしい。いやそんなん言ってる場合じゃないんですよ。ちょっとここで今でだいたい1時間半ぐらい経ってるんですけど、結果見ていきたいと思います。はい。かける10ですもんね。いきます。はい。やばい、めっちゃみんな協力してくれてる。通知が8、9ぐらいまでいってるんで発表します。はい。ドン36。おお。でもいや1時間でね、こんだけみんないいねしてくれたっていうのは大きいです。すごい。いいね協力してくれた皆さんありがとうございます。ありがとうございました。読み上げようかなっていうぐらいいいねしてくれたみんな、うん、僕ねちゃんと通知見てるタイプなんで、うん、ほんと協力してくれてるみんなのねアイコンは覚えてるんで。お、ということは360g 減量。そう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 、測りましょう一回。そうしよう。うん。それじゃあね、何回さっきのお菓子も入れたんで運命の測定いきたいと思います。はい、どうですか 50.13。 どう？お、またね、50キロいってないね。え、嘘、減りました。飲み物飲んでグミ食べたけど、さほど量にはならない。ちょっとどうしよう、ご飯食べるか減量するか。残ってる減量チャレンジはファッション。行こう。やばい、日が暮れちまう。もう暮れてるよ。暮れちまうよ、日が。さあ来ましたよ、原宿といえばもうここでしょ。みんな大好き、大好きウィゴーです。来ました。はい。ウィゴーなのかウィゴーなのかウィゴーなのか、皆さんどれですかね。僕はウィーゴ派なんですよね。私ウィーゴ。お、一緒ですね。じゃあウィーゴ一緒だ。ウィゴーもいますね。いるね、ウィゴー派も。いやそんなん今どうでもいいです。3000円以内にしてきてもらって、成功したらマイナス 500g です。ちょっと待ってこれ、このお店次第やけど、3000円以内に、例えばこの茶色のズボン、これと同じ色のやつが上3000円以内にあれば、これチャレンジ成功で買えれるじゃないですか。ねえ、頑張ろう。ありがとうございます。食べずして、めっちゃ食べて。もうお腹今、わかるかな、この出具合。わかんない。めっちゃお腹もういっぱいなんで、これで最後とどめさせていきたいと思います。はい、行きましょう。それではここに最後の体重測る場所を設置しました。それではタコくん、どう？ちゃんと全身茶色になりました。ちょっと楽しみだね。はい。これもし全身チャレンジ成功したら 500g マイナスで49キロで、今 49.5 ぐらいやったから、うん、ちょうど成功ぐらいですよね。そうだね、確かに。ファッションにはうるさいんで、じゃあ登場していただきましょう。いきます。3、2、1。ええ鬼寒い。鬼寒いね。鬼寒いし鬼はずい。これやばくないですか。どうしたのその服。茶色で買えるのこれしかなかったんですよ。やば。あとはカラフルやったから同色絶対無理やったんで、もうこれに揃えるしかなかったんです。でこれ流行ってますからね今ね。そうなんだよね、流行ってる。これ今流行ってる。これもうこうやって取れるんで、これこれ頭乗っかってるだけなんで。じゃあちょっと体重測って、うん、終わりにしましょう。そうしましょう。すっごい見られて恥ずかしいんで。はい、じゃあどうぞ、はい。
ね、あの変わってない。いや変わってない、それ食べてないもん。あでもあれか、同食ミッションはクリアしたから成功ですよね。うん、あてことはクリア、クリアじゃない。ありがとうございます。いやありがとうございます。結局ねお腹いっぱいでもこれ以上今食べれない状態なんで。でも減量を重ねていけてここまで来れたのはマジでみんなの応援のおかげやったんで、いや本当に一日ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ということでね、この動画面白いなと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。他にも楽しい動画たくさんありますので見てみてください。待ってるよ。ちょっとこれ